皆さんこんにちは、ツッコミゴードです。今日はね、この前なんかスナップチャットのフィルターめっちゃ流行ってて、で俺スナップチャットずっとやってないからあんまり気にしてなかったけど、友達の携帯で一回やったらいきなり俺女の子になりました。そして俺さっきスナップチャットダウンロードしてみたんだけど、なんかフィルター試してみようか。これおお、これがスナップチャットですね。で左行くとゲームか。で右行くと、あ、こういうやつ。もう何これ。おい、おう、おう、こんなやつもあったね。お兄ちゃんになった。俺のお兄ちゃんひげ濃いからね。えい、あとは、え、これポケモン？あ、ゲームか。めっちゃ、え、何？顔どうなってんだこれ。え？もうなんかついてるね、子供のよだれが出ちゃうから。赤ちゃんになった。もう一回撮り直そう。赤ちゃんになった。えー、よかったね。よかったね、皆さん。あと 何がある。あ、これフィルターか。これは？あ、これ足す何人かになってやるやつ。あー、こういうやつね。耳がつくやつ。ちが、すごい顔が美化されるよね。本当にめっちゃ変わる。あー、皆さんこんにちは、ツッコミゴードです。どうも。こんな顔だったらどうする、みんな。まだ愛してくれる？もうスナップチャットこんなもんか。もう何なんだよこれ。えい、みんな、ツッコミゴードです。ヨーヨー。やばい、めっちゃ女の、俺もしかしたら美人、俺もしかしたらめっちゃ美人やん。Hey guys、 お姉ちゃんと遊ばない？うわ、キモ。宇宙人やこれ。あ、でもなんか毎日こういうのあげてる女の子たちはちょっとな。いや、何も言わんとこ、何も言わんとこ。あ、子供が好きそうやな、こういうの。これ恐ろしい。これめっちゃガキになった。あ、でも顔は違うやね。めっちゃ子供になった。あー、いらんやつ。あー、おじいちゃんのやつこれ。赤ちゃんか。まあ、赤ちゃんになっちゃいました。
またこれ。なんで笑っちゃうんだよ、こんなくだらない。あ、これ女の子になるやつ？俺美人。みなさん、俺は美人なんですよ。やば。あ、男になれるよ。あ、なんか、これだけで顎が変わるよね。めっちゃ顎が、横広くなった。これは男のブサイク、ブサイクなんだけど男、今よりは男なんだけど、めっちゃハゲてるやん。ちょっと待って、ゴードこんな顔だったらどうする？こんな、こんな顔だったで。うわあ、なんかキモい、なんかキモい。女の子のやつに戻ろう。これ一番、一番いいよこれ。えい、つかみゴードです。今日から頑張ろうね。ねえ皆さん、俺昨日さ300円ショップに行ってきたの。これ可愛くない？これ本当に宇宙人。これも面白かったよね。やば。やば。まあ友達と遊んでたら結構面白いと思うんですけど、俺一人でやってるから。しかも朝8時からスナップチャットのフィルターで遊びました。でも一つだけは分かりました。私は結構いい美人になれますよ。よかったね。みんなまたね。